皆さんこんにちは。こんにちは。フーガチャンネルのしろくです。せいこです。よろしくお願いします。お願いします。いや今日はね、ジャパンカップ2018 2018ね、ね、反省会です。反省会か。反省会ですね。まあなんか今回はね、盲点がいっぱいあった ね。全然気にしてないところに、そう、気にしてないところがたくさんあったので、はい、そういった部分のね、反省点をちょっとやっていこうかな。そうですね、思います。まずはですね、まあ、ロッキングストレートに関しましては、はい、まあ練習した分やはりね、抜けは良かったのかなと感じましたね。はい、はい、デジタルもね、やはりそこまでロッキングが早く通過してる分、あのスラダンとかよりは遅いと思うんですけれども、はい、気にならないレベルで通過できたんじゃないかなと思ってます。はい、はい、ってなったらですよ、はい、やっぱりあとはドラゴンバック、ドラゴンバック芝はね、飛ばさなければ大丈夫って言ってたね。あれね、間違いでした。間違いですね、あれはね、間違いでした。あれはね、多分満場一致で、まあそれはそうだろうなって思ってた人がいたと思うんですよ。だってあの時点で、うん、反論がなかったから。まあ確かにね、あの時点でコメント欄とか、まあ、直接僕にね、はい、そういう風に違うよって言ったら多分満場一致だったんじゃないかなと思うんですよ。ただ飛ばさなければ大丈夫、しましたからね。そう、最初飛ばさなければ大丈夫って思ってたから、ね、そう、最初あのフォースラボさんで走らせた時は、うん、僕もそう思ったんですよ。ただ速度とりあえず落とせばみたいな、その手前のね、ドアストッパーがすごい邪魔するんですよ。あのなんか斜め坂道みたいな、そう、坂道になってから芝があるんですけど、はい、まあ、もちろんそのモヒカンの方も坂道があってモヒカンなんですけど、ここの部分がすごい邪魔するんで、はい、モヒカンより手前に落ちた人もコースアウトしてたんですよ。あそこ食らっちゃうよね。あれめちゃめちゃマシンが浮いてる状態になってて、はい、まあ、スタートラインからこっち側の方でマシンを見る機会がたくさんありまして、はい、でそれしゃがんで見てたんですよ。おお、なるほどなるほど。でコースアウトするマシンとしないマシン何が違ったかって、まあそもそも、まあ、跳ねない。跳ねないの、確かに跳ねない。なんで跳ねないのかっていうのは、うん、まあ、また後で話をするんですけども、はい、普通のノンブレマシンだとポンポンカッて入っていく。ああ、なるほど、ね、芝のところに来てこう、やっぱ芝風で真ん中打ち上げてますから、はい、ここを前進するギミックってほとんどないじゃないですか。ないですね、真ん中は。それでポンポンカッて入ってくるんですよ、うん、で、俺のはどうなったかというと、はい、おそらくですよ、はい、僕のあのコースアウトした時にマシンがコーナーを曲がってから外にこぼれるじゃないですか。そうですね。っていうことは上に向かって力が働いてたんですよ。なるほどなるほど。っていうことはコーナーに向かって着地してまた跳ねた上がり際にコーナーが来たんじゃないか。なるほどね。着地する時にコーナーが来ればそのままバッて入るんだけど、はい、手前に落ちて上がり際に入るとポロッとしたりするんじゃないかな。なる、跳ね際のとこでコーナーいっちゃった。そう、前から見てたらね、結構ねこのリズムポンポンで入ってる人は入るんですよ。なるほどね。そう、ポンポンポンでもいいんですけど、うん、でもポンポンでコーナー手前で一回跳ねそうになってるやつらは飛んでいくんですよ。出てっちゃう。それがね、速度じゃないんです。お、速度じゃない。速度じゃない、遅くても飛んでるんです。まあだからドラゴンバック手前に落ちたのに、一、うん、回そのドアストッパーで上げられてトントンってなるから、結局速度が落としてる。なるほどなるほど。だからタイム落としたのにとかで、それ飛んだ人いません？タイム落としたのにとか、1回戦早すぎたから、はい、2回戦でちょっと落としたら、え、なんか飛んだんだけどって人いませんでした？多分ね、僕は多分それだと思ってるんです。タイミングの問題かな。で、安定したバウンドが行われてるマシンがあって、はい、でそれを僕はじっと見てたんです。なんかこう安定するやついるんで、落ちた時に羽が低くなったり、うん、ヒュッヒュッてヒュッヒュッてやつおる。はいはい。なんだなんだあれは、なんだあれは思ってたら、はい、まあおそらくですよ、うん、多分ね腹ブレーキ張ってんじゃねえかな。あー、ブレーキか。なるほどね。そう、なんか減速してるように見えるんですよ。でもフロントバンパーとかに張ってしまったらドアストッパーで前転したりとかする可能性あるじゃないですか。そうですね。なんで、ね、まあここに張るっていう考えは多分あんまりないと思うんですよ、うん、まあ張ってる人もいるでしょうけど、はい、まあ、僕は怖くてできないんですよ。そうですね、あんまり良くない、あんまり良くないと思うんで、はい、だったらもう腹なんじゃないかなと。腹で当たった時にだけ効くってことですね。そうそうそう、ここ真ん中だけ打ち上げますから、ここでギュッて押さえてしまえば、速度さえ押さえてしまったらもうそもそも跳ねる速度も落ちますんで一気に。そうですね。ここでクリアしてたんじゃねえかなと。なるほどね。今思ってます。それがあったか。そう、それだったらもう少しパーソンを上げれたし、そうですね、ギリギリまで飛ぶこともできたんじゃないかなと今思ってるんですが、まだ確証は得てません。まあ、検証はしてませんからね。はい、で、あの後ですね、やっぱりチーム運営内でも反省会が開かれましたよね。はい、かなり反省してますみんな。まあでもロッキングはうんって、ロッキングはダメだったっていう人は一人もいなかったんで。そうですね、いい感じでしたね。いい感じで抜けてたんで、パッ、はい、ロッキングは大丈夫だった、はい、っていうことは、じゃあもう始まったばっかりだから、うん、
はい、次はじゃあモヒカンやりましょうよ。モヒカン芝やりましょうよ、はい、ということでウーアチャンネルはねモヒカンそしてシワシワの攻略にね全力を注いで、僕たちがね考えきれた分はできるだけ皆さんね伝えていけたらと思ってますん で、これからもねジャパンカップ攻略編まだまだ続きます。まだまだ続くよ。皆さんと一緒にね攻略できたらすごい楽しいと思いますんで、はい、よろしくお願いします。お願いします。この動画面白かったらグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いいたします。